5万人の学生がいると言われている早稲田大学。東大に落ちて仕方なく通っているやつもいれば、どうしても早稲田に入りたくてがむしゃらに勉強して入ったやつもいる。はたまた中高からの付属組、人それぞれここにいる理由は違うが、なんていうか真面目なやつからおバカなやつが入り混じり、一つの文化を形成している。それが早稲田の魅力だ。ここでは日々さまざまな個性とエネルギーが渦巻いている。なぜ俺がここにいるかって、それは俊介、ちゃんとあんた学校行くのよ。先生から連絡来てんだからね。せやな、分かってるよ。つまんねえ。高校時代口をついて出るのはいつもこの言葉。俺が受験勉強を始めたのは高3の秋だった。母親はいい大学に入っていい会社に就職するのよと言うが、その意味もよくわからなかった。しきりにそういう話をしたがる母親に対して抱いた感情は、うるさいを通り越してうざったいだった。早く高校を卒業してこんな家から出ていきたい。かといって自分一人で生きていく自信もない。俺はそんな17歳だった。秋からなんとなく予備校に通って、浪人生が自習室で一心不乱に勉強しているのを見て、俺はこんな風に惨めになりたくない。っていうか、なんでこんなに頑張ってんの。そんな冷めた目で見ていた。そしてそんな風に考えている自分は、誰よりも頭がいいんじゃないか、本気になったら一瞬で追い越せるという根拠のない自信さえあった。失礼します。おい、お前受験は甘くないぞ。早稲田受けるってお前ちゃんと授業を受けてないんだから、そんな無理に決まってんだろ。いや、でも実際、今から頑張れば全然間に合うかなと思うんですけど。今からってね、もう12月だよ。お前受験甘く見てんじゃないよ。まあとにかくもっと現実を見て確実に入れる大学を受けないといかんぞ。以上。結局俺はなんとなく英単語を覚え、なんとなく現代文を解き、なんとなく頭が良くなっているんじゃないかという錯覚に陥った状態で受験を迎えることになった。まずは中堅校を受け、試験感覚を身につけながら成長し、最後に記念受験的なノリで早稲田を受ければ受かるんじゃないか。そうしてがむしゃらに勉強していた友達や、いつも口うるさい親や教師たちから称賛の声をかけられる自分、根拠のない自信がなぜかあった。そんな俺の中の自信のメッキが剥がれ落ちるのに、そう時間はかからなかった。残念ながら不合格です。繰り返します。どれか一つは受かるだろうと思っていた中堅校5つが全部不合格。そんな状態で迎えた早稲田の入試では、会場に向かう途中の受験生が全て俺よりも頭のいい存在に見え、大学の大隈講堂を目にした時には早稲田という大きな壁にすっかり飲み込まれていた。
結局俺が受かったのは肩慣らしと見くびっていた地元の定員割れの大学のみ。自分の無力さを痛感した。1年間浪人するか、このまま入学するか。浪人するのはかっこ悪いよな。俺は結局地元の大学に行く決断をした。俺さ、浪人せずに受かった大学行くよ。その瞬間だった。とてつもない吐き気が襲い、俺は胃の中のものを全て吐き出してしまった。まるで自分の頭で考えきれないことを体が察知していたようだった。高校を卒業して大学や専門学校に進学した友達はそれぞれの生活を満喫する中で、しんすけ、開けなさい。俺は相変わらずダラダラとした生活をしていた。ちょっと、もう何もしないんだったら出てってよ。自分の部屋で目的もなくゴロゴロ寝ているだけの俺に母親は泣いて叫んだ。俺は自分についてずっと考えていた。出て行けと言われても自立できない自分、口ばかりで何一つ成し得ていない自分、冷めている自分。受験の時に見た早稲田の圧倒的な存在感に魅了されて浪人を決意した。だが予備校にも行かず、勉強机には買ったきり一度も手をつけていない早稲田の赤本が放置されていた。そういえばあの人は早稲田に受かったのだろうか。あれだけ頑張っていて受かっていなかったらダサいな。いつだってそういう思考になってしまう俺は相変わらず何も変わっていない。それに気づいた。いつだって自分が正しくて、それを証明する何かを成し遂げたわけでもなく、ただただ偉そうに他人の批判をしている。そんな自分が無性に情けなくなり、そしてこれから先の人生が怖くなった俺は、半ば無意識に早稲田に向かっていた。もう一度あそこに行けば、俺の中で何かが変わるんじゃないか。そんな淡い期待を胸に秘めて。俺は大学で何を勉強したらいいのか正直よくわからない。でも自分と同年代の奴らが生き生きと何かに熱中しているのを見て大きな衝撃を受けた。ここに来ればいろいろな道が見えてくる気がする。俺の中で受験に対する明確な熱意が芽生えた。俺はこの場所で自分を試してみたい。どこ行ってたの？母さん、予備校に行かせてください。それから毎日一日も休むことなく誰よりも早く予備校に行った。
自習室が閉まる時間まで必死に机にかじりついて勉強した。そしてその席は1年前見下していた浪人生がいつも座っていた角の席だった。あの時は軽蔑していたが、そのがむしゃらな姿を今自分が受け継いでいる。もう恥ずかしいなんて気持ちはなかった。正直言ってやることが膨大すぎて、最初は何から勉強していいかわからなかったけれど、その不安を解消するためには一つ一つを確実にこなしていくことだけだった。心地いい毎日がやることで充実していた。2月になり、俺はある気候に出た。本当に入れちゃっていいの？はい。俺の親は入れ墨を入れるような人を軽蔑していたし、自分の息子が勝手に入れ墨を入れたらさぞかし悲しむだろう。だからあえて入れた。これで早稲田に落ちたら俺はもうこの家にいられない。とにかく徹底的に自分を追い込んだ。行ってきまーす。ケンスケ、ちょっとちょっと、お弁当。いいよ、コンビニのパン買うし。いいの、持ってって、受験票持った？うん、持った。大丈夫。ある、大丈夫です。じゃあ頑張ってね。行ってらっしゃい。行ってきます、はい、気をつけてよ。行ってきます。はい、行ってらっしゃい。頑張ってね。では、始めてください。さすがに試験は難しく、正直手応えなんてものはなく、くじけそうになった。用具をその場に置いて、ただいま回答用紙を回収しますので、静かに待っていてください。この時初めて知った。俺は一人で受験しているんじゃない。半年前の自分ならきっとすぐに諦めていたことだろう。やるだけやった。たとえ落ちても、頑張ったこの数ヶ月は俺の人生のかけがえのない貴重な時間だった。結果ではなく、必死で勉強した過程に俺は何とも言えない満足感を感じていた。受験番号を入力してください。おめでとうございます。合格です。繰り返します。おめでとうございます。合格です。あれから1年、
俺は今東京の西早稲田で心から尊敬できる個性豊かな友達と充実した日々を過ごしている。おい、しんすけ。冷めていた頃の自分、人をバカにしていた自分、頑張ることを軽蔑していた自分、今なら自信を持って言うことができる。それがあっての今の俺なんだと。俺にとって受験は単に偏差値や大学のステータス云々とかではなく、自分自身の人間性を変えてくれた。何かに熱くなること、熱くなれることの喜び、それを今早稲田のキャンパスで仲間たちと共有している。ぶっちゃけ将来の安定なんてものは早稲田には求めていない。それよりも大切なこと、これから受験を控えている人は見出してほしい。熱くなれ。